おはようございます。おはようございます。ヘルチャンネルの時間でございますよ。さあ今日はですね、何をやってるのかって言ったらですね、 GB350 に乗りましてお買い物にですね向かってるというわけなんでございますですよ。タンクバックもしつけましたですよ。でですね、お買い物に向かってるというわけなんでございますが、高速道路言ってもですね、都市高速か、都市高速に乗ってですねお買い物に行く様子をですねお届けいたしますので、皆様お付き合いのほどよろしくお願いいたします。補足事項としまして、お買い物に向かっているところはですね、広島県のですね、ナップスっていうですね、オートバイ用品店がですね、ありますので、そちらに向かって走っております。そんなわけでございましてですね、今、首都高速じゃねえよ、地方のですね、都市高速に向かっていたんですけど、思い出したんですよ。何を思い出したかって言ったらですね、クレジットカードで支払おうと思ったんですけど、広島の都市高速はですね、確かクレジットカード払いがですね、できなかったんですよ。びっくりだ、君。いや、でもよかった、乗る前に気づいて。あれ、もし乗っていたらですよ、おじさんですね、今日持ってないんだ、お金。千円札すらですね、持っていなかったんで、いや、どうなることだったんじゃろう。おっとろしい。よし、帰ろう。ちょっと帰りますわ。いやー、すごいな。よう気づいたな、自分。なんで気づいたんじゃろう。話がですね、またコロッと変えるわけなんでございますですが、今、都市高速乗ろうとしてですね、そういや、クレジットカードが使えんかったんじゃ、ETC は使えるのよ。ETC 準備しろよっていう話なんですけど、そうなんだよな。なんであれ、クレジットカード使っちゃいけないのかなっていうところをですね、今でも疑問に思ってるというわけでございます。こんにちは、こんにちは。皆さんもですね、経験あると思うんですけど、やらかした後にお金がないっていうことがですね、そういう経験あるじゃないですか。あるのかな。例えばですよ、おじさんは何回かあるわけなんでございますですよ。ラーメン屋さん行ってですね、ラーメンがですね、美味しいだ、やっぱりね、もう好きよ、ここ平田ラーメン言っちゃって、もう今なくなったんですけど、平田ラーメンでブヤーってですね、ラーメン食ってですね、美味しかった、お金払おう、お金がないみたいなですね、とかってですね、思ったわけなんですよ。そしてですね、携帯電話でですね、後輩に電話をかけたんですよ。ごめん、ラーメン食べたんだけどお金がないで、トイレの中で話したんですけどね、ラーメン食べたんだけどお金がないで、お金持ってきてって言ったら、何しようんですかって、自分で解決してくださいって、冷たい、みたいなですね、そういう経験をですね、したことがあります。まあ結局持ってきてくれたんですけどね、彼はなんだらかんだら言うてもですね、優しかったというわけでございます。はたまたですよ、営業先でですね、やっぱりこの駐車場なんかつけるじゃないですか。で、お得意先さんでですね、商談が終わってですね、やれ帰ろうか、金がないわみたいなですね、おい駐車場から出れんなったでみたいな感じでですね、お客さんにお金を借りようかなみたいなことも思ったんですけど、まあそれもいかがなものかなっていうふうにですね思ってですね、後輩に電話をかけてですね、ごめん今度駐車場から出れなったお金持ってきてってから、はあもう知らんよみたいな感じでですね、まあ結局持ってきてくれたんですけどね、彼はですねやっぱり優しい人だなっていうふうにですね思いました。そこで思ったのはですね、一回こう厳しく突き放して助けてあげたらですね、ありがたみが倍増するんだなっていうことをですね、そこでおじさんもですね勉強したんですよ。一回目はですね、こう冷たくですね突き放してですね、その後に優しくしたらですね、すごい染みるんだよ君。すごいな、今日は本当は高速道路でインプレッション動画でも撮っちゃろうかなというふうに思ってから、それづもりの精神状態だったんですけど、一気にサブチャンネル用にですね、どうでもいいような話をですねし続けてるというわけでございます。あ、そうだ、コンビニ行って買い物して帰ろう。コンビニは大丈夫よ、今日マスクもありますし、クレジットカードもありますからね、大丈夫大丈夫。いやいや、コンビニに行って買い物してしょうがないな。本当は今日休みなんですけど、もうやることがないんで事務処理しよう、家帰って。本来であるならば今日はですね、オートバイ用品店に向かってチェーンクリーナーとね、チェーンのオイルを買ってきてですね、お昼からチェーンメンテナンスやってみようかなっていうふうに思ったんですけど、それはまた後日にいたします。早くチェーンメンテナンスしたいな。今ですね、多分音拾ってると思うんですけど、チェーンがシャラ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 言いよるでしょ。だいぶ油分がですね切れかかってきてるなっていうところをですね思っております。そんなわけでございまして、結局ですね、オートバイの用品店には行かれなかったというわけでございますので、はあ、もう気分もそがれたというわけでございますので、チェーンクリーナーとチェーンのオイルスプレーはですね、アマゾンで買おう。もういいよ、アマゾンで。そうだ、これちょっとみんなにお知らせしとこう。今日ですね、タンクバッグつけてるじゃないですか。
でこういう直角コーナーで右にグッとハンドル入れるでしょう。当たるのよ。タンクバックの大きさはですね、考えた方がいいですよっていうところをですね、皆さんにはお伝え申し上げておきます。ハンドル切れねえな、もうタンクバックやめよ。そしてこちらを左折いたしまして、地元大橋でございます。地元大橋を駆け下りると、そこは地元セブンでございます。はいはい、到着いたしました。